地図でいうとこの赤矢印のところです。宮ヶ瀬湖って人みたいな形してたんですね。私には普通に見えるな。なるほど、そっちの方がいいね。今回のルートを拡大するとこんな感じです。駐車場に行くと管理人さんがいて、駐車位置を書いたお札をくれます。決められてるっていうのも楽でいいですね。じゃあ行ってみよう。お、あれ。どうした？ SL の客車みたいに見える。本当だ、なんだろうね。私はこっちの山の上にあるやつも気になるな。あ、そうそう、俺も気になってた。なんだろうね。なんでしょうね。案内看板です。相川公園の方もいろいろあるみたいですね。あるみたいですね。で、軽く偵察に行ってきたんですが、インクラインっていう乗り物とか、水とエネルギー艦とか、船とか、まあいろいろあるみたいなんだけど、月曜日とコロナのせいで全部やってませんでした。まさかの幻滅ですね。水とエネルギー艦って何なの？ダムと水力発電のシステムの展示館じゃないかな。こういうところによくあるよね。そう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 、ダムの歴史とかを展示しているところね。そうだ、一つだけ朗報があります。なになに？水とエネルギー館の横に喫煙所を発見しました。それは良かったね。ただたまは喫煙マナーにうるさい喫煙者だからね。先に進みましょう。はい。おお、ダムの上って広いね。おお、広いね。下を見ると怖い。断崖絶壁だこれ。どれ？あーきゃー、怖すぎるよ。これは階段の踊り場かな。すごいね。何段あるんだろう。これは写真の撮り方次第では永遠に続いてる感じになるね。あ、向こうにはちょっと霞んでるけど街も見えるね。あのビルってどこのビルだろう。横浜や鶴見翼橋も見えるみたいよ。おい、すごいところに来たね。うん、ダムの真下はこんな感じ。なんか道がレンガ色のせいかな、カラフルだね。うん、木と水の緑も紅葉もあるしね。お、あれが乗れなかったインクラインってやつか。あれでダムの下まで降りることができるんだね。そうみたいね。はい、展望塔に来ました。ここは入れるみたいだね。入ってみよう。よし、中はこんな感じです。写真とかの展示もあるね。展望塔からの眺めはこんな感じです。そうだね。はい、対岸まで来ました。どうだった？紅葉も綺麗だし、遠くまで見えて最高の景色でした。ランドマークタワーまで見えるとかすごいよね。うん、びっくりだね。次は相川公園の方からダムを見てみよう。よし、というわけで今回は2部構成です。次も見てね。バイバーイ。バイバーイ。